インベストディバーのキアナダニエルがニュース BTC より仮想通貨の最新情報をお伝えします。月曜日、米国株価と同じく仮想通貨の価格急落が続きました。ダオ平均は1100ドル以上急落し、下げ幅は2011年以来最大となりました。意外にも仮想通貨市場が株式市場と同じような動きを見せました。リベルは過去最高値から8 80%以上を下落し台米ドルの価格が78%分のレベルの0.60にサポートされています注目したいのはこのレベルが去年12月に x r p 台米ドルの価格が最高値に向かい始めた時のサポートレベルだということです 市場は一時パニックに陥ることもあるので、米国株価が市場全体を表しているとは言えないでしょう。キーサポートレベルを下回れば、さらなる弱気相場が予想されますが、もしこのレベルでサポートされれば、相場は揉み合い後回復を見せるかもしれません。 XRP 対米国ドルの次のサポートレベルは去年5月に7ヶ月間もみ合い相場が続いた時のサポートレベルである0.22となります。ご視聴ありがとうございました。当時は自己責任でまた次回お会いしましょう。